オクテットチャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテットメンズファッションチャンネルの安藤です。はい、今回はですね、パンツ難民の方はとりあえずこれを持っとけっていうようなね、パンツをね、今日は紹介していこうかなと思っておりまして、今横に並んでるこの、2本と、あと今僕が履いてるやつですね、はい、を紹介していこうかなと思っておりますが、まあパンツって別にオールシーズン履きますし、春夏に限ったことではないんですけど、どうしても生地感だったりとか色味とかで、こう春に向けた特化したやつだったりとか、オールシーズン使えるようなやつだったりとか、まあいろんな種類があると思うんですけど、まあオールシーズンね、こう使えるやつを1本は持っといた方がいいんじゃないかなと思っておりまして、まあうちでこうご紹介させてもらってるアイテムってやっぱりこうちょっといい値段がするものも多いんですけど、その分ね、こう長くすごく大事に履けて物持ちが良かったりっていうところもありますし、こうすごく仕立てが凝っててめちゃめちゃ上品に見えるとか綺麗に見えるみたいなところだったりとか、いいところもあるんですけど、だからこそ本数がそんなにゲットできないなっていう方とかもやっぱりね、こういうオールシーズン使えて、なおかつ、すごく満足感の高い、自分が気に入って履きたいなって思えるようなもので、周りからの印象もいいようなものっていうのが、あるとね、こう大人の男性はね、本当に困った時これ履いとけばいいかって思えるようなやつがあると、いいんじゃないかなと思ってて、それがね、まあ、今回ご紹介する、この子たちかなと思ってます。一応ブランドは、アントレアミさんっていうブランドです。まあ、ちょこちょこうちでも紹介はさせてもらってますし、もうお持ちだよっていう方もいるんじゃないかなと思いますが、すごくね、こう、イタリアドレスパンツらしい、アイテムが多くて、めちゃめちゃシルエットが綺麗なんですよね。はい。で、最初にもお話した通り、コスパもかなりいいです。はい、今、どうですかね。イタリア系、まあ、ヨーロッパ、まあ、世界的に言えることなんですけど、お服の値段上がってる中で、やっぱりこの価格で出せるのは珍しいなって思うぐらい、本当にコスパは、ね、いいかなと思ってます。はい。で、このパンツはですね、見た感じ、どう映ってるかわかんないんですけど、一応これデニムなんですね。多分見た目は、コットンパンツみたいな見え方をするんじゃないかなと思ってて、動画越しだと特にこういう生地感とかがあんまりこうリアルに伝わらないからこそ、すごくねコットンパンツっぽく綺麗な、見え感なのかなと思ってますが、実はデニムっていう感じで、好みはかなりありますが、コットンパンツだとどうしても綺麗めな感じだったりとか、こう上品すぎるなとかっていう印象を持たれる方がね結構多いと思うんですけど、ただデニムだとちょっとカジュアルすぎるみたいな、まあどうしてもアメカジっぽい印象があったりとか、まあそういうイメージを持たれてる方が多いと思うんですけど、このパンツは本当にそのちょうど中間をいくような感じかなと思ってまして、コットンパンツみたいなね上品な雰囲気印象っていうのもありながら、生地感はデニムで程よくカジュアルっていう感じで、こうちょうどねその苦手意識を持ってる方でもかなり履きやすいんじゃないかなと思ってます。はい。でやっぱり生地といいますか、見た目の印象としてもすごく上品で、綺麗に見えるのが特徴かなと思ってます。はい。まあ、最初僕も見た時にデニムだと思わなかったんですよ。あ、コットンパンツ入ってきたなって思ってて、ちょうど違うバイヤーさんがね、セレクトしたアイテムだったので、あ、コットンパンツかって思ってたんですけど、見たらね、デニムって書いてたんで、ええー、って自分も思ったんですけど、まあそのぐらいね、印象は綺麗に見えるっていうような感じです。で、この特徴としては、まあ一番僕がいいなと思ったのは、まあ、まずは形ですね。今ね、実際僕が履いてるやつがあるので、そちらをね、お見せしていきます。はい。というわけで、こんな感じでですね、今、ベージュの方を履いてます。どうですかね？画面越しでもこの美脚のシルエット伝わりますかね？僕、そんなに正直足長い方だと自分では思ってないんですけど、すごい綺麗に見えるなと
思います。多分客観的に見ても、すごい足がまるで綺麗な人かのような見え方をするのかなと思ってます。はい。で、まあ、このシルエットの美しさみたいなところが一番このパンツの魅力かなと思ってまして、履くだけで本当にこう上品な感じに見えるっていうのが、大人の男性の中ではね、本当に大事かなと思ってますので、まあこういうね、綺麗めなカジュアルな服装の時だったりとか、もちろんジャケットの時だったりとか、今のこういう時代だとビジネスで使うっていう方もね、中にはいるんじゃないかなと思ってます。まあそのぐらいね、本当に汎用性の高いシルエットかなと思います。はい。で、まあ、シルエットの良さ以外にですね、他にも、魅力はいっぱいありまして、その次僕はね、楽さかなと思ってます。はい。履いた時に、こんだけね、こう、綺麗にピタッとしたシルエットだと、なんか窮屈なんじゃないかなとか、動きにくくて、ちょっとこう、決めた時と言いますか、カチッとしたい時じゃないと履かないんじゃないかなって思う方もいるかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、本当にね、こう、ビヨーンって伸びるぐらい、めちゃくちゃストレッチが効くんですね。これ一応ポリウレタンかなんかこう、伸縮の素材が入ってまして、すごく柔らかい伸縮性のある素材になってます。なので、まあ、こんだけ形がこう、綺麗にピタッとしていても、こう、楽にね、動けたりします。はい。なんで、まあ、デスクワークが多い方だったりとか、電車で移動したり、車で移動したりする際とか、まあ、旅行とかですね、まあ、飛行機でも疲れにくかったりとか、まあ、そういった、楽さっていうのがね、魅力かなと思ってます。はい。で、細かいディテールですね。はい。まあ、形はかなりシンプルな5ポケットの、まあ、デニムのいわゆる仕様になってます。なんで、チノパンみたいだねっていうのは、シルエットだったりとか生地感みたいなところだけで、本当にね、こう、細かいところ、仕様はデニムの仕様になってます。はい。後ろにポケットがあって、前にもこう、縦に入れるようなポケットとコインポケットみたいなのがあるっていう感じです。で、後ろにはパッチがついているっていうかね、仕様になってます。はい。で、アントラミさんの特徴として、股髪が浅くて、レングスも短めになってます。なので、僕は今何も直しなしでこの状態、もう本当にジャストですね、ノークッションで足の甲に当たるぐらいの長さで履けてるんですけど、これ全く直しはしてないです。なんで日本人の方でも比較的直しは少なくて済んだりとか、むしろ、直さなくて済む方もいるんじゃないかなと思ってます。どうしても直しちゃうと裾幅が太くなっちゃったりとか、まあ、元々のね、シルエット本来の良さっていうのが、ちょっとなくなってしまうんですけど、その辺もね、気にせずに履けるのがね、まあ良さかなと思ってます。股髪に関しては、かなり好みがあると思いますが、まあ、こういうイタリアのデニムっていうのは、こういう股髪浅めのやつとかも比較的多いので、まあ、そういったものなんだなと、ちょっとこう、受け入れてもらえたらいいんじゃないかなと思ってます。が、すごくね、こう、エレガント、綺麗な感じの、パンツかなと思います。カラーバリエーションですね、はい、今僕が履いてるのが、ベージュで、まあ、春とかはねかなり使いやすい色味なんじゃないかなと思ってます。今僕が履いてるやつですね、ベージュ、まあ、若干グレーが入ってるようなグレージュっていうようなね色味になってて、明るいトーンなんですけど、そんなにこう白ほど膝っぽくならずに、パキッとならずに履ける、中間色ぐらいですごく使いやすい色味なのかなと思ってます。まあ、今こうあえてね真っ黒で上合わせているんですけど、ちょっとこう柔らかい感じの色味なので、パキッとねコントラストつけてあげた感じです。まあこれをね、例えば色物のニットだったりとか、こう明るめな白のアウターとかね着てもらえたら、より春っぽく着れるんじゃないかなと思うので、まあ着こなし次第で、全然ね春っぽくも使えて、オールシーズン、こうシーズン感というか季節感がなく、履くこともできるんじゃないかなと思ってます。そしてですね、ベージュ以外の他のカラーバリエーションなんですけど、一応ホワイトとブラックっていうね、まあメンズファッションの中では定番と言われるようなところを、抑えています。はい。
まあ、どちらの色味といいますか、どの色味もね、本当に使いやすい色なのかなとは思ってまして、まずはホワイトですね。はい、こちらはですね、本当に真っ白です。はい。僕らがセレクトさせてもらってるアイテムって結構こうヴィンテージ感のあるものがここ数年多かったので、ちょっとこうきなりっぽい色だったりとかね、くすんだ色味っていうのが多いなとは、思ってたんですが、本当にねこう漂白っぽい、なんならちょっと青みがかってるぐらいの、ホワイトなのかなとは思ってます。はい、すごく清潔感もありますし、まあ一長一短ではあるんですけど、清潔感がある分ちょっと汚れはネックかなとは思いますが、綺麗に履いてたらめちゃめちゃ爽やかで、春夏らしい軽快な感じがあるのかなと思ってます。はい、まあ、言っても生地はね、厚みはオールシーズン使えるような厚さなので、本当に透けも気にならないですし、白パンってどうしてもそういうところがネックじゃないですか。なんか赤いパンツ履いてたら透けてましたみたいな、ちょっと恥ずかしい感じになっちゃうかもしれないですけど、まあ、そういうのも気にならないし、まあ、冬でも使えて、よりね、こう春夏の軽快さを出すっていう意味では、白パンね、すごくいいんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、ホワイトなんか本当に何でも合わせやすいと思いますが、僕個人の意見としては、こういうね、こう漂白っぽい、ちょっと青みがかってる白っていうのは、ネイビー系だったりとか、ブラックとか、まあそういったね、色味と合わせてもらった方が特にいいんじゃないかなとは思って、もちろんベージュとかでもいいんですけど、どちらかというと、きなりっぽいベージュとか、きなりっぽいホワイトとかの方が、ベージュ系、ブラウン系っていうのは相性がいいかなと思うので、まあ黒とか紺とか、そういった色味で合わせてもらえると特におすすめかなという感じです。はい。で、あとは、ブラックですね。はい。まあ、これも本当にね、鉄板中の鉄板の、色味なのかなとは思ってますが、まあ、春夏黒どうなのって結構言われたりしますけど、僕個人的には全然履きます。まあ、よく履いてるかなと、ね、自分でも思いますし、まあ、季節関係なくね、履いていただけるんじゃないかなと思ってます。まあ、上に合わせるアイテム次第ではあると思うので、ホワイトのね、T シャツだったりとか、まあ、明るめなカーディガンとかね、こうトップス持ってきてもらえたら春らしくもなりますし、秋冬ダウンとかこう暗いトーンのやつとも相性がいいんじゃないかなと思います。はい、ですね。まあ、黒に関してはね、本当に何でも合わせれるので1本持っといて絶対間違いないかなと思います。あ、3本ともに共通することといいますか、全部にね言えることではあるんですけど、どれも使いやすいですし、色味はね本当に合わせやすい、コーディネートも組みやすいと思います。なんで、まあ、最初にもねお伝えしましたけど、困った時にね、なんかこれ何合わせようかなと、パンツどうしようかなって思った時に手に取っちゃうのってやっぱりこういうタイプのやつなのかなと思いますので、まあ、そういう一本が欲しいなっていう方にはね、ぜひねおすすめだと思います。といった感じですね。まあ、今回はね新作の紹介がてらね、ちょっとこう大人の男性にはこういう一本持っといてほしいなっていうのでね、アントラミさんの、デニムを紹介させてもらいました。はい、まあ、僕らの動画はね毎日8時にこんな感じでこう大人のメンズファッションについて、動画をアップさせてもらってるので、ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。